どうもだるいもんです。今日はこんな時間に伊勢原の駅に来てます。いつだっけ道灌祭りって。来週じゃない。そう、来週っていうかね、10月の5、6が伊勢原の道灌祭りらしいです。ちょっと来週はねジンバルを担いで駅まで来てみたいと思います。本当伊勢原の駅何もないですね。駅の反対側の方とか提灯結構すごいですね。やっぱりお祭りですね。駅の方反対側のは提灯が結構ついてます。南口の方はねなんかあんまついてないですよね。こちらが伊勢原駅です。駅の反対側に来てみました。結構提灯がすごいですね。それにしても伊勢原駅しょぼいわ。高校生の頃たまに来てたモスバーガーまだあるのね。どうもだるい。さて何を話していいのかわからないけどとりあえずトイログ始めます。ちょっと人がいっぱいいるので恥ずかしいのでこんな感じで今日はスタートです。これから東京からお友達が来るので伊勢原駅で待ってます。あそこにいるじゃん、黄緑。こんばんは。お久しぶりです。今日は東京からこちらのお友達が来てくれました。ドアさんです。不思議ですね。なんか猛暑に来たけどなんかあれ今そのホームにいるっていうちょっと不思議な感覚ですけど猛暑に来てもらったんですけどなんか来てもらうだけのあれがあるのかどうか分かりませんが立っての気分食べてがっかりされたら悲しい。来たんじゃない。そういう楽しみ。なんか不思議な感覚。ドアさんが来てる。いやードキドキしますね。ドアさんがここのお肉を納得してくれるのかどうかすごくドキドキですね。帰りがけになんかダメじゃんって言われちゃったらなんか悲しい。怖いわ。なぜか一人だけどんどん痩せているトワさん、おかしいですよね。タイミングでこれやってたんですけどね。ここの違うところ。痩せすぎでしょそれ。大体同じ時期ですね。そうそう。同じ頻度で同じ日に上げた動画で同じポーズやってたんですよ。同じこと言って。同じことやってたのに。来た。あ、楽しみ。やっと来ました。これのせいで。いや。キャベツとちょっとお任せしていいですか。でもいつも食べてるやつ。トワさんはキャベツだけでいいというのでキャベツだけを注文したいと思います。これがこれは普通に。そうそうそう、あれの2倍ぐらいの。メガ好きですけど、皆さん食べられますか。食べられますよ。本当ですか。レバーめっちゃ好きなんですよ。肝心なトングと皿が来てないです。目にまで見やっとトワさんのお待ちかねの猛暑に来ました。ではお疲れ様。撮ってますお疲れ様でした。すいません、申し訳ちゃいます。いやトワさんのためにお肉焼きたいと思います。どうだろう、トワさん納得して帰ってくれるかな。いやめっちゃいますね。この距離で見たいこれ。メガネ焼いちゃうぐらい。もういいっすか。もう大丈夫ですよ。なんかどうでしょう。面白い。
撮ってますよ。撮ってますよ。撮られないとなんか食べられない病気ですよ。まあ、サラダね。もうすげえ。振り向けてから奥のオレンジ色のキャップのドレッシング。はい。はい。じゃあちょっと念願の。はい。いただきます。ああうまい。いやーこんだけ感激してくれると嬉しいな。マジうまいです。ちゃんと厚切りじゃないのに分厚い。いや、よかったよかった。うまい。どん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 食べてください。いや、ほんと、なんか喜んでくれて嬉しいわ。これで判断ですよね。そうそうそう。いや、そんなの撮ってる場合じゃないよ。肉が焦げてるよ。あーどうでしょう、俺がいつも食べてるのトワさん美味しいって言ってくれるかな。動画で見たやつ。うまい、よかった。これは実質ゼロカロリーですね。だからご飯いらないんですよ、キャベツでどんどんいけるから。あ、本当にうまい。ほとんど動画は撮れていませんでしたが、トワさんがとても喜んでくれたので嬉しいです。おすすめですね。おすすめかもしれないけど、距離がね、遠すぎるよ。距離はちょっと遠いですね。電車だとすげえ遠いですね。ただいま、トワさんに戻されて、トワさんを見てみます。忘れ物ないっすね、大丈夫だと思います。まあ忘れちゃったら火曜日また会社まで取り来てください。撮ってます。ありがとうございました。こんなところ。いやまあ本当トワさんと楽しいお話をしながら楽しいドライブでした。楽しいお話できて。いやいや。じゃあ肉食べさせてください。いやいやまた来てください本当。お疲れ様でした。お疲れ様です。すいませんまた行きます。はい、じゃあはい。じゃあまた。すいません。おやすみなさい。ありがとうございます。楽しかったです。はい。おやすみなさい。なんかスカイツリーでか。俺家の近くに立ちたらやだわ。すごすぎ。倒れてきそう。いやーこんなもん立てるなんかすっごいっすね。でかすぎますねこれ。倒れてきそうです本当。ちょっと暗いですが、今日も一日お疲れ様でした。いやー今日も本当楽しい一日でしたよ。トワさんがあんなに喜んでくれるとはありがたいです。まあ私が肉を作ってるわけではありませんけど嬉しかったです。まあこんな感じで今日は適当に終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねバイバーイ。